うわー綺麗、すごい、めっちゃ綺麗、うわーすげえ、はい、これが見てきました。湯煙が見えるっていうのがすごい。はい、おはようございます、あきらです。今日は別府に行きたいと思います。ここ大津から別府に行きます。はい、三崎港にとりあえず行ってみたいと思います。すごい景色が綺麗だそうなので楽しみです。だいたい1時間半ぐらいの旅です。とりあえず三崎港まで1時間半、はい、行っていきたいと思います。7号線三崎港まで50キロ、結構あるな。近いかと思ったら意外とある、50キロ。まあまあ1時間半かかるもんな。はい、安全運転で行きたいと思います。いやでも50キロかかるのか。松山から直接じゃなくて大津一回止まっといてよかったわ。意外と遠い三崎港、あそこ飛び出てますもんね。いやー、みかんがいいっすね。みかん畑が入ります。あ、路面がね凍ってないかすごい心配ですね。坂は特に坂の日陰ね、気をつけていきます。あ、なんかすげえ道路作ってる。あ、これ開通したら速くなるのかな。あ、大きな交差点、太平交差点、ここをあの左に曲がると八幡浜港かな。でそこから別府に行けるんですけど、でもちょっと運賃が高いので、高いっていうのと、まあ、三崎港に行くまでの道が綺麗っていうので、ここをまっすぐ行ってみたいと思います。はい、ここを曲がると八幡港、八幡浜港ですね。でもまっすぐ、はい、三崎港まで行きたいと思います。そっちの方が安いあとツーリングも楽しめるんで、はい、行ってみます。あ、港見えるわ、ちらっと。みかん畑がすごいっす。みかん畑いいねー。大変、原子力センターがあるみたいですね。原子力センターの看板が出てきました。いいよ。なんか木の間から見える海がすごい綺麗ですね。横風強い、どうしよう。いや、なかなか上を走ってますね。なんだろう、山越えじゃないけど結構高いところ走ってます。なんで風がちょっと強いですね。結構高いところ、山の上に道を作ったのかな、そんな感じですね。山の上っていうか、山を切り開いてじゃないけど。うわー、風車、でかい風車、風強いもんな。風車、でかい風車、でけえ、やってますね。一気に食らってます。 5.5 度らしいっす。 5.5 度の坂道、結構下ってますね。あ、風車がいっぱいある。わー、気持ちいいな。うわー、すげー綺麗。うわー、やば、綺麗だった。すごい綺麗。
っちゃ綺麗。うわあ、すげえ。いいねー。展望研究所。違うわ。展望休憩所。どこだ。休憩所。展望台行ってみましょう。綺麗。瀬戸内はやっぱり穏やかっすね。風が吹いてます。あそこにも吹いてないね、そんなに。お、大分フェリー乗り場。え、ここ今のとこ、今のとこだ。ここですね、フェリー乗り場。どこでチケット買うんだろう。こんにちは。してないです。してない。乗船券もまだですかね。はい、12時半の便は乗れますので、はい、ここ一番前の1番に止めて1番、はい、はい、乗船券まだですかね。はい、はい、前の建物の席。建物、はい、ありがとうございます。1番、1番どこじゃいな、これか。乗船券買いに行こう。よし、よし、こんな感じで乗船券を買いに行きます。はい、綺麗ですね。よいしょ。じゃあ12時半で2輪 250cc です。はい、予約はなしですか、ね、あ、ないです。はい、お願いします。ちょっとした休憩所がありますね。ご飯屋さんもあるっぽい。もう時間ないからな、あんまり回れないけど。あ、食堂もある、しらす食堂。おしゃれ。静か。何が静かだね。じゃあ、あっちは九州だ。近いな。船が来た。来ましたね、鈴風号。はじめに二輪車のお客様、次に
車待って。どうせ。あ、お金必要なんだ。それじゃあ、めっちゃ面白いな、あの人すごいわ。さあ、九州です。九州、着いた。いやー、嬉しいな。久々だぜ。さあ、別府までだいたい1時間15分、まあ1時間半ぐらいですかね。のんびり行きたいと思います。どうすんだろう。そうくるか。大野川です。大野川、まあなんか急所っぽいな。電車走ってる。すごい先生。あー、九州来たね。すごい都会だわ。都会ですね。別府の街が見えてきた。いやー、いいっすね。向こうに別府の街が見えます。いいな、山が綺麗。すごいな、ここ三車線だ。三車線、気持ちいいです。で、湯煙が見えるっていうのがすごいいいね。いや、帰ってきました、別府。
っちゃ綺麗。